では好きと楽しいをシェアするデイトナー M1 部です。こんばんは、よろしくお願いします。今日はファミレスに行こうと思ったんですけれども、空いておらずカラオケルームで、ちょっと外の音がうるさいかもしれないんですが、こちらはご了承ください。アイコン歌ってますからね、はい。まあ、金曜日の夜なんで楽しそうですね、はい。今日はちょっと名前ですね、コンビ名をもう一度ちょっと考えようかなと思って、はい、そうですね、はい、ローカルズという名前、インパクト、印象、ちょっともうちょっとね、そうですね、いい名前があるかな、はい、もうちょっとこうパンチが効いたものがあるといいですよね。そうですね、いろいろ書いていくか。そうですね、いや俺メモ帳あるよ。俺の方がありますよ。あ、思った、はい、俺の方がある。なんかいい名前ね。そうですね、カラオケルカラオケルカラオケ館。そのままや、壁紙がね、プラネタリウム、宇宙。あ、プラネタリウム、宇宙カタカナで、あ、宇宙って言い方やいや、あの伸ばし棒をつける。ああ、何のあーかわかんないけど、はい、土星、金星、水星、惑星まるっといきましたね。うん、大枠取れる地球。おお、ジ・アース。お、いいじゃん、ジ・アース。ジ・なんだ、ジ・エンド違うか、宇宙、太陽、月。いや、ちょっと方向が変な方向に行ってる気がします。うん、どうしたんですか、伝票見て。なんかこうヒントがないかな。ああ、なるほどですね。4階の44号室っていう、ちょっとあのオカルト部の活動になりそうな感じの、確かに不吉な不吉な数字が並んでますよね。444やばいね。はい、4階44号室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 分とかに書いてます。4時44分。ああ、そういうことね。嫌じゃない？いや、ちょっとやらしいというか、なんかこう不吉全開でなっちゃう。印象悪いですね。昔さ、CM でさ、おててのしあとしあを合わせて幸せみたいな、あと覚えてる？ああ、ありましたね。はい、幸せだ。はい、幸せ。はい、はいって、はいってやめてほしいの。はい、幸せとかにします。あ、変なこだわり出す感じね。そうっすね、うん、一筋縄ではちょっと行きたくないみたいな。じゃあその幸せがいいのか、なんか何がいいか。趣味何、前もこの話だっけ。前もしましたね。はい、大体人ってね、趣味の話するよね。そうですね、困ったら趣味の話。趣味なんすか。植物。ああ、幸せいいけどね。うん、なんかキャッチーでいいですよ。4階44号室、これやばいよね。渋谷とか、なんかいい語呂合わせないかな。あ、でもこれあれだ、退出するときもピッてあるのが書きすぎる。ピッとするのここ。あ、これ失礼しました。まあなんか、うん、バックボーンは感じられるんですけど、うん、分かりやすく、うん、でもちょっとなんか、うん、怖いっすよね。4×4 あ、4+4+4って12でしょ。はい、12ジョニーあんまり12ジョニー 64、全然世代じゃないか。いや、世代、うん、まあそうっすね。64ってのはスマブラだろ、スマブラ。まあ大乱闘じゃん。 DX ですか。なんだっけ DX って。スマッシュブラ。ああ、俺やってないから。64だと夏休みとかみんなで家、懐かしいな。大乱闘スマッシュブラザーズ。ニンテンドーからは大丈夫。確かに。スカッシュ、なんかスマッシュ決められてないじゃん、我々多分。特に俺スカしてる、スカッシュ。ああ、確かに。そうですね、ある意味決めてますけど、ね、はい、逆に何がいいんだろうね。今んとこ幸せが良さそう。バラエティー幸せ、シーホッピー、ホップステップジャンプ、江戸晴美っすね。ああ、シソンソン。どうやって、どういう感じ。なんか多分志系のやつ。いや、シシはあのライオンのシシに、ああ、そっち。ソンソンはオハです。これだ。アースストートイ系ですね。四つながり。あ、何年、これネズミ年っす。あ、いいね。何年っすか。鳥、うん、ああ、ネズミと鳥っすか。はい、よし、弱肉強食。さっきのそのシシソンソンみたいな感じで言う。そうですね、4文字熟語系ですか。でもちょっとなんか嫌だ。どうも、ダグミクッキャオシクです。確かに。え、ネズミ年ってやばいね。ネズミ年っす。
フィズミ都市って聞いたことない。一回止めようか。一回切りますか。